会場の皆様こんにちは本日は連休の最終日にもかかわらずまた大変な台風の中にもかかわらずこれだけたくさんの方にこの会場にお集まりをいただきまして本当にありがとうございます私は本日の司会をお務めさせていただきます中央代表選挙管理員の村越弘民と申しますどうかよろしくお願いいたします 本日はあのご覧のとおり私の左手に中央代表選挙管理委員長の柳田実先生そして小宮山義晴先生3人で中央代表選挙委員会としてお邪魔をさせていただいておりますまずは冒頭この台風16号で被害に遭われた皆様に対しまして主,主催者代表選挙管理委員会として心からお見舞いを申し上げたいというふうに思います また冒頭、一部ですね、本日はネットを使って党本部、東京の党本部と中継で結んで、この野田候補のちょっとご関係で、そういう運営をさせていただくことをどうかお許しをいただきたいというふうに思います。それでは早速主催者を代表いたしましまて 柳田みどる中央代表選挙管理委員長から一言ご挨拶を申し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。えー、皆様こんにちは。えー、村越君の方からもありましたけども、台風の後、大変厳しい天候の中、こんなにも大勢の方にお集まりをいただきました。えー、私の方からも心から感謝 申し上げます本当にどうもありがとうございました。<laughs> えー、思い返しますと、3年前の昨日鳩山政権が発足をしました。ということで、えー、今日から4年目に突入すると、そういう日に、えー、候補者が集まりまして、代表選挙、立ち会い演説会を福岡で行うことになりました。 ある意味、民主党の再起を期した日になるんではないかと、私はそう感じております。今日まで支えてもらった皆さん、また厳しい中でも支えていただいた皆様、本当に皆様の力が、これからの民主党を支え、再起を期す、そういうことになるんではないかと、私自身は思っておる次第であります。 一時間半にはなりますけれども、どうぞえ各候補者のお考えを聞いていただければと思っております。えー、そして、なんあの画面はと思っていらっしゃる方もいらっしゃると思います。今村越君の方は説明がありましたけれども、後ほどあの総理本人から候補者じゃなくてそういう立場じゃなくて総理の立場でえこういう理由で今日はこうなりましたというご説明があろうかと思いますので。 ご理解をいただければと思っておりますでは最後までどうぞよろしくお願いしますありがとうございます それでは皆様、大変お待たせいたしました、早速、代表選挙候補者の皆さんに入場していただきます、加野道彦さん、原口和弘さん、赤松弘隆さん、どうぞステージにご登壇ください。 えー、そして、えー、東京にいらっしゃいます残念ながらこちらにはお越しいただけませんでした野田候補はスタジオでスタンバイ OK でしょうか若干、回線の都合で、えー、タイムラグがちょっと生じてしまいますどうかお許しをいただきたいと思います野田候補大丈夫でしょうかはい、大丈夫ですね。はい それでは開会にあたりまして本日の演説会の進行についてご説明をいたします代表選挙の公平・公正を期す観点から本日の進行もそれに配慮をした進め方を取らせていただきます中央選管が決定した順番によって各候補者を紹介しそれぞれの所信を各8分間ずつ述べていただきます初心が一巡した後 あらかじめ総支部を通じて党員サポーターの皆さんからお寄せいただいた質問の中から中央選管の責任で選ばせていただいた3つのテーマについてそれぞれ2分ずつお考えを述べていただきます最後に締めくくりの発言をそれぞれ4分ずつしていただいて終了といたしますそれでは早速立ち会い演説会を開始させていただきます演説はお一人 8分以内です。制限時間は前におられます。タイムキーパーがお知らせいたします。えもちろん東京の野田候補の前にも待機タイムキーパーがおりまして、えきちんとあの時間管理をいたしますことをご報告申し上げます。えそれでは、えー、早速候補者に所信を表明していただきましょう。え公示日10日の共同記者会見が届出順1番の野田候補から。 13日に行われました大阪の立ち会演説会は届け出順2番の赤松候補からお願いをしその後の発言は順次次の方からの発言としてきましたのでその順番を踏襲したいと思いますそれでは今日は原口候補から口火を切っていただきますまず原口候補お願いいたしますはい皆さんこんにちは ご紹介いただきましたこの度民主党の代表選挙に立候補しております衆議院議員の原口和弘ですまず冒頭今回の台風被害そして北九州の豪雨被害に遭われた皆様に心からお見合いとそしてこの復興まだ途中であります全力で頑張ることをお誓い申し上げます皆さんお一人お一人のお顔を見ていると 胸に迫ってくるものがありますこの九州、どこの地域よりも自民党の強い地域、その中でもうお亡くなりになりましたが、福岡の岩田純介さん、古い伝統のあの社会党を解体をし、松本龍さんや多くの皆さんと一緒にこの民主党の基礎を作っていただきました。岩田さんんだけではありません 今日ここに来られているお一人お一人が民主党の基礎を作り、そして労働を中心とした福祉型社会、これを作るんだ、自民党の一党支配、一回中央にお金を集めてそれを分配する、その政治じゃだめなんだということで、歯を食いしばって頑張ってくださっています。私たちははここでくじけけるわけにはいきません 80人近い仲間が党を去りました。80人近い仲間が助跡になりました。こんな政党は他にありません。責任を取る風土を作ろうじゃありませんか。そして、もう一度皆さん、民主党の旗を高々と掲げようでありませんか。<laughs> 民主党の旗は何かそれは 声なき声、そして働く人たち、さまざまな暴力や、あるいは理不尽な、そういうものと戦っている人たちの声をしっかりと形にするということであります。私たちは2009年に大きな大きな政権交代の国民の皆さんの選択をいただきましたそしたそて3年が経ちました。 その間、私たちがやってきたこと、地域主権改革、この福岡では麻生知事が先頭に立っていただいて、そして、いや、もう古い政治の枠組み、自民党や民主党関係ない、とにかく地域が地域のことを決めるんだ、これをやってきました。成し遂げたことはたくさんあります。しかし、皆さん、ここで私たちがこんなに成し遂げたことはたくさんあると言っても、それは国民の 心にもう響きません。なぜか。それは、マニフェストに書いてないことをやり、そして、党を分裂させているからであります。私たちは、社会保障と税の一体改革、これに挑戦をしてきました。毎日毎日、働く人たちが、その働く、そのお給料の量よりも、 社会保障が大きくなる、それは確かにここは変えなきゃいけない、しかし皆さん、お隣にいる私たちの仲間の顔を見てください、隣で働いている、そして一生懸命汗を流して、田畑や、あるいは海や、そして林野や、そこで働いている皆さんの顔を思い起こしてください。消費税が5%から10%になる。 その前にやるるべきことがあるはずです本則を変えて、不正規労働者がどん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 増える、このことは絶対に許してはなりません。あるいは、大きな力を持った人たちが、価格転嫁を小さい弱い企業にする、そんなことは絶対許してはならないんです。ですから私は 消費増税の前にやるべきことがやる、この行革特命政権を作ります。まだ地震の危機は終わっていません。東海・東南海地震、その確率を考えてみると、私たちはあの原発の安全神話にあぐらをかいている、そこを根本から変えなきゃいけないんです。大井原発の 再稼働の現場に行ってきました原子力発電所で働いている人たち、国策で私たち協力をいただく方々、尊いです。しかし、私たちが変えようとしているのは、お手盛りの安全神話ではないですか、私たちが変えなきゃいけないのは、二度とあの福島第一原発のような、あのような事故が起こらないことではないでしょうか。 今回、規制委員会の人事、野田総理にはぜひ見直してほしい、5年先の規制まで、今回の人事が決定するんです。皆さん、私は、執事国家日本、このまさに九州、絆を大事にし、教育を大事にし、一人一人の能力を引き出す、そういう日本をつくっていきたいと思っています。 TPP のように、どっか遠くまで自由貿易という名のもとに自分のルールを押し付けて、そして総理が海外に行かれるたびに農家の皆さんが本当にもうこの農業を続けていいだろうか、そんなふうに思う、これを変えたいんです。私たちは変えることができます。私たちは民主党の旗をもう一回取り戻して、そして お互いがお互いを高め合う、お互いがお互いをかばい合う、今、未来の学校というものを総務大臣の時代に提案をさせていただいて、全国各地で広がっています。これは、何も情報通信技術を学校に入れるというだけのことではないんです。子どもたちがつながる喜喜びびををそして共に学ぶ喜びをそして お互いがお互いを支える喜びをそれを共有して日本のまさに発展の基盤を作ろうというものであります私が総理になれば外交安全保障チームを作らせていただきますそしてこのデフレからの脱却のためのマクロ経済の司令塔を作ります官僚政治にまかれることなく私たち民主党の意思を ままままっっすすすぐにに貫くそういういい党を作ってまいりますこれで結びにします一人一人が生き生きと、そしてこの党に集ってよかった、そのように思うためには、大きな改革が必要です。その改革はひとえに、教育を中心とした改革であります。その改革はひとえに、民主党の民が主役。 主権者は誰かということを再確認する作業から始めさせていただきたいと思います皆さん党を再生させて国民の負託に応えようでありませんかよろしくお願いいたしますありがとうございましたでは次に加野候補お願いいたしますはい この度の度民主党代表選に立候補いいたたしましまま道彦でございます今日は多くの皆様方に、この我が党の代表選挙立ち会い演説会に、悪路の中、足をお運びいただきまして、ありがとうございました。今回の台風におきまして、被害受けられた方に対しまして、心からお見舞いを申させていただきたいと思います。 私も新幹線でこの博多にやってまいりました5時間ですそして途中で風で停車ということになりましたしかしこうやって皆様方にお目にかかることができた大変嬉しく思っておりますそして直ちに私は博多港を足を向けました今博多港がクルーズコンテナ船 どん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 増えているまさに九州の経済圏の一大拠点として大きな役割を果たしていただいているさらにこれからは六次産業化をこれから進める上において農林水産物の加工品もどん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 この博多港をこの生かしながらさらにこのお互いの取引が大きくなっていったらなとこんな思いをいたしながら これからの九州全体の発展を私は期待をさせていただき、そのためにも思い切った施策を断行していかなきゃならないと、こういう気持ちを持ったところであります。そういう中での今回の代表選挙です。民主党の代表選挙は、もう言うまでもありません、総理大臣を決める代表選挙であります。 私はそれだけ重い重い代表選挙であると思います。今、我が党は大変な危機であります。いや、日本の国が大きな、今まで遭遇したことのない問題、抱えている。まさに今日まで 考えられなかった危機である、こう言っても、決して過言ではないわけです。その時に、だからこそ、私はこれまでの政治経験を生かして、私が政治の舵取りをする、こういう気持ちのもとに、今回、立候補いたしたわけであります。まず、民主党の実態、実情はどうなっているか。 3年前、本当に大きな期待の中で、政権交代実現されました。しかし、今は、ご承知のとおりに、一昨年の参議院選挙で相破れて、もう自由民主党と同数であります。もちろん、その政権与党側は過半数を切っていることは言うまでもありません。衆議院300名がおった 議員が今245名ですあとわずかで過半数を切るという状況ですどうやって政権維持するかもう刷新以外にありませんイノベーションイノベーションといろんなことを言われますけれども我が民主党が刷新をするこれ以外にこれからの政権を維持することはできない新しい体制を作るこれが不可欠であるわけであります そして、それならば何も解散をすればいいんじゃないか、信を問えばいいんじゃないか、こういうふうな声が野党からどん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 今、迫られております。しかし私は、国の今の状況を考えたときに、本当に解散をするということは、政治の空白を作ることです。今解散をする。何日かたって選挙。 12日間そしてその後に特別国会、そして主犯指名、そして組閣、少なくともどうでしょうか、2ヶ月の政治におけるところの空白を生み出してしまいます。今、これだけ外交の問題が弱気している中で、はい、選挙ですよ、こんなこと言っておられる状況でしょうか。日々 日本の明確なる意思というものを国際社会に打ち出していかなければなりません。外務官僚に頼ったような外交では、もうとてもこの困難な問題を乗り越えられません。外交は政治の最大の使命である。このような考え方に立つわけであります。そして、福島のあの復興であります。 大震災災におけるところの被災地の被地復興でありますいや、やってますよ、やってますよ、いくら政府、今の私たちがそのようなことを言ったとしても、被災地の方々がいや、遅れてるよ、いろんな問題を抱えている、まだ不安ですよというならば、そういう被災地の方々の気持ちを真摯に受け止めて、どう対応するかということを考えていかなきゃならない、これが政治なんです。 そうでなければ、あの被災地の方々が、よし、これから前に進んでいこう、こういう気持ちになってもらえません、福島の再生がなければ、日本の再生がないということならば、言葉だけではだめなんです、あの被災地の人たちが本当に一点の光を見出すことができるような施策を、これを思い切って出していく。 これれが今の政治に求められた最優先課題ですもちろん疲弊した地方の経済を考えたときには、もう一刻も遅れてはならないのが政策であります。補正も組まなきゃならない。本格的な25年度の予算も、これも一刻も早く投していかなきゃならない。こういう状況のときに、今、政治空白を作れるわけにはいかない。じゃあどうするかそれは 民主党が引き続いて政権を担当する以外にない、ならば、民主党が新しい体制を作るというふうなことになるわけであります。このために、私はすべての今日までの経験を生かしながら、思い切って党がまずまとまらなければだめです。まとまっていかなきゃならないんです。 今と同じような状況が続けならば、また党から離れていく人が出てしまうというようなことでは、これは民主党は政権担当することはできません。政治の責任を果たすことができないんです。まとめ上げていかなきゃいけません。そそそのののままとめめ上げていいくくたにには、ま、さしみみんんななが民主党みんなでそのお互れれぞれの つかさつかさの責務を果たしていくという体制を作ることであります、そのことを新しい体制を作る、これは私、加納道彦、必ずやりますというような気持ちのもとに、今回、民主党代表選挙に立候補いたしましたということを申させていただきます、次に野田候補、お願いいたします。 この度民主党代表選挙に立候補いたしました野田芳彦でございますどうぞよろしくお願いいたしますえまずは九州沖縄地区今般の大型台風によって被害に遭われた皆様に心からお見舞いを申し上げたいと思いますまたこうした悪天候の中本日は会場いっぱい多くの党員サポーターの皆様に おお集ままりりをいいいただいてていると聞いておりますそうした皆様に、本来ならば、直接、私の思いをお訴えをしたいわけでありますが、内閣総理大臣として、あまり実際を申し上げることはできませんけれども、危機管理上、万全を期さなければならない、まあ、こういう判断をさせていただきまして、こうして中継を通じての討論の参加となりましたこと、まずは深くお詫びを申し上げたいと思います。 ました、またこうした事態の急変に置かれても、立ち合いの手使いを実現をさせていただいた柳田委員長をはじめ、中央選管委員の皆様にも御礼を申し上げたいと思います。そして何よりも、先ほどお話をされた原口候補、加野候補、そして赤松候補、こうした候補者の皆様にも、本来ならばお互いに表情を見ながら議論をすると、 活発な議論になれたはずでありますが出席できないことを参考法にもお詫びを申し上げたいと思いますさて本日は9月17日ですちょうど10年前9月17日は日朝平壌宣言が署名をされました当時の日朝首脳が交わした文書 その政治的な意味合いは大変大きいものがあったと思います残念ながらその後拉致問題解決に向けての進展はありません改めてこの9月17日に至り日朝平壌宣言にのっとって各ミサイルそして拉致問題等々の所見案を解決をし 日朝関係が改善されるために全力を尽くすことを新たな決意として皆様に申し上げたいと思います特に拉致問題は国に対する主権侵害だけではなくて重大な人権侵害でもありますこの問題を解決するためにも先月末から4年ぶりに日朝間における 政府間協議がスタートいたしました今は課長級の協議でありますが一日も早く議題を整理をしそして日程を決めて本格的な政府間の協議を進めさせていただきたいと考えておりますこうした協議を通じて拉致問題の全面的な解決に向けて政府として全力を挙げていくことをまず冒頭お誓いをさせていただきたいと思います さて昨年の9月2日に野田内閣が発足をしました以来震災復興原発事故との戦い日本経済の再生こうした大きな課題に取り組んでまいりましたこの1年間を振り返った中で一番大きな山は社会保障と税の一体改革でございました今までも それぞれの候補者からご指摘をいただきましたがこの大きな山を乗り越える際に残念ながら多くの離党者を出してしまいましたその責任は痛切に感じておりますその意思決定のあり方集約のあり方を含めて今後の党の改革に生かしていかなければならないと思いますただしこの社会保障と税の一体改革は私はどの政権でも 先送りをすることのできない、まったなしの状況だったと思っています。社会保障、すなわち人生のどこかの段階で、介護が必要になる、年金が必要になる、事故や病気になれば医療が必要になる、どなたでも必ずその恩恵を受けなければならないものであります。その持続可能性を担保するためには、安定財源が必要でした。特に 給付は高齢者中心、負担は現役世代というこの構図の中では、持続可能性を担保することができない、こうした公平感を確保するために、今般の改革を成し遂げさせていただいたわけであります。しかも、今一番の弱者は誰か、今を生きている人たちだけではありません。将来世代ここそが一番のの弱者ですうういい皆ささんに過重なな負担を残さないための 改革の第一歩でありましたご負担をお願いすることは政治家としてはつらいことです、切ないことです、でもこの時期に政治判断をしなければならない、こうした思いの下で三党合意を作り、そして一体改革を成し遂げることができました、私はこれは将来に対する不安を除く大きな一歩であったというふうに思います。私が理想としている社会は あの3丁目のの目夕日の時代です鈴木大斗の社長も、東国から集団就職できた若い女の子も、みんなが今日より明日はよくなるという夢を見ていました、そういう時代をもう一回作りたいと思っています、そのためには、将来に対する不安をまず取り除くこと、それが社会保障の安定性と充実でありました。これについいててはままだ宿題が残っています 中途半端に政権を投げ出すわけにはいけませんしたがって今回改めて立候補をさせていただいた次第であります将来の不安を残すと,とともに何よりも閉塞感漂う日本を元気な日本に変えていかなければなりません失われた20年と言われこのまま放っておいたら極東の片隅に位置するお年寄りの多い 元気のない国になりかねない今の日本にとって一番大事なことは経済の再生であります野田内閣発足以来4四半期にわたってプラス成長を実現してまいりましたでも気を抜けば景気は足踏みに陥りそして失速をしますそうならないように切れ目のない経済対策を講ずるとともに7月に日本再生戦略をまとめさせていただきました エネルギー・環境分野、あるいは医療・健康分野、農林水産漁業、中小企業、こういう4つの柱にしっかりと政策を総動員をすることによって、一日も早くデフレを脱却し、日本の経済の活性化を図る、日本を元気にする、そのためにも、引き続き私、野田佳彦にご支援を賜りますようにお願いを申し上げたいと思います。民主党を元気ににさせることによって 日本を元気にしたいと思います。その重たい責任を果たしていく決意でございます。以上です。え最後の発言者赤松候補お願いいたします。えー、皆さんこんにちは。えー、ご紹介いただきました今回、えー、民主党の原点に戻り立ち返り、えー、国民の皆様方との約束を果たす。 その決意のもとに立候補させていただきました赤松博でございますまず冒頭皆さんからもお話ありましたように今回の台風被災をされた皆さん方に心からお見舞いを申し上げたいと思います私も新幹線で来たんですけれどもまあ遅れはしましたが何とかこちらにたどり着くことができましてまあ、本来ですと柳川市の方へ行って 前回の台風、まだ完全に堤防その他ですね、回復していないということで、市長さんと一緒にその現場を見ようということになってたんですけれども、まあ、これと重なりましたんで、かえってご迷惑かけちゃいけないということで、あの私の方で遠慮させていただき、この演説会だけということで、あの今日はこちらへ来させていただきました。さて、えー、皆さんからお話がありました、私どもは3年前、私自身が選挙対策委員長として、陣頭指揮を取る中で、 国民の皆さんのあの熱い期待、そして思い、えー、あの熱気あふれる雰囲気の中で、えー、選挙戦を戦い、えー、国民の皆さんの期待通り、政権交代ということになったわけでございます。しかし、残念ながら、3年たった今、あの当時の熱気、民主党に対する期待、そしてあの熱い思いは、残念ながら、えー、白らけや、あるいは失望感や、 ああそしてまた、失望感や、ああそしてまた、えー、一つの批判となって、今、私どもに、えー、来ているということはあの事実だと私はあの思います。なぜしかし、あれほどまでの熱意、期待、そしてまた民主党に対する支持が現在、 政党支持率で約15%、内閣支持率で約30%、これほどまでに落ちてしまったのかということであります。私は、まあ、あの野田さんに対する批判はいいんですけど、僕はちょっと喋ってますから、僕の意見を聞いてからあのいろいろ言っていただきたいと思います。あの私は、冷静に見て、マニフェスト127項目、私どもは掲げました。 実は自民党やマスコミは何一つやってないなんて言ってますけれども、これは全く嘘なんです。ほとんどの政策、子ども手当にしろ、高校授業料の無償化にしろ、私が大臣として取り上げた個別所得保障にしろ、そしてまたそのほかにも子宮頸がん、女性のための子宮頸がん、非部ワクチン。 また、いっぱいやってきてです、ね、全く手のついていない、例えば7万円の基礎年金だとか、あるいは後期高齢者医療保険制度の廃止だとか、これらのものが実は20ほどはやってないんです、あと150ぐらいはやれたか、あるいは今、続行中か、着手している、これだけしかし頑張ってるのに、なぜこんな状況になっているのか、いうことであります。 これはまあいろんな理由があると思いますけれども、今の状況でもしやっていったとしたら、私どもは3年前に頂いた,た308議席は、多分今、直ちに選挙をやったとしたら、70議席か80議席にまで落ち込むだろうと言われています。その意味で本当に危機的な状況なんです。だからこそ私どもは再生をかけて、この代表選挙をしっかりと戦う中で、新たなリーダーの下で、 本当に党が一つになって、国民の期待に再び応えていく、そういう体制を作っていかなければならない、このように思っております。まあ、この間、この1年間、先ほどもお話しあったように、残念ながら、若い優位な方たちも含めて、70数名の皆さん方を離党分裂という形で見送らざるを得なかった、もう私どもは一人たりとも、この党から離党なんていうことにならないようにしなければならない。 その責任は極めてて大きいと思っておりますしかし、国民の皆さん方、まあ、いろんなこういういつまでも内紛ばかりやってるんじゃないか、あるいは離党分裂なんだ、こんな民主党に頼れるか、これも事実ですけれども、私はやっぱり一番大きな原因は、民主党が変わってしまったのではないか、そう国民の皆様方に思われていることが、実は一番大きいんではないか、このように思っています。民主は変わった 自民党と同じではないのか、民主党の原点を忘れてしまったのではないか、そう思われていることは私は一番大きな原因ではないかと思っています。野田総理自身もよくやっていると思います。しかし、経団連の米倉会長や連合の古賀会長とは会うことがあっても、じゃあ障害者の皆さん方や、本当にフリーター、そしてまた、えー、パートで働く奥様方、そしてまた、 ブラックの差別に苦しんでいる人たち、また年金生活で細々と生活をしている高齢者の皆さん、一体その人たちとどれだけあって、どれだけその人たちの声を聞いて、そういう政策を民主党の中に反映をしてきたかというと、はなはだ私は疑問に思わざるを得ません。先ほど総理自身が税の一体改革の中で苦渋の決断をした、そして参議院のねじれの状況もある。 色々言われましたしかし、それを承知の上で分かった上で、本当にこの間の1年間を見て、民事公の3党協議の中に民主党は埋没してたのではないか、本当に民主党が主張しなければならないことを、きちっとその3党協議の中で主張しきれてきたのかどうか、そして我々が忘れてはならない原点、改革、弱者の立場、生活者の視点。 それを見失ってか、えー、いなかったかどうか、それを素直に、率直に私は反省をする必要があると思っております。一体改革についても、私はこの改革は必要だと思いますけれども、3つの心配する点があります。1つは、先日法律が通りましたから、再来年の4月から消費税は5%から8%に、またそのーセ10%に上がっていきます。これはもう法律で決まっています。 しかし、我々が言ってきた7万円の基礎年金だとか、あるいは後期高齢者医療保険の廃止だとか、それらも含めた社会保障の中身については、今後、3党のを中心とした協議、国民会議の中に全部丸投げされるんです。じゃあ、その中で、今の自民党の実態見てごらんなさい。ああいう状況ですから、だだん金とれて、俺は嫌だと、そんなものに従えるかと言ったらですね、協議が整わない。 1>, 1年間協議しても整わなければ、増税だけが先行していくということになるんです、その時に私は、もしそうであるとすれば、社会保障と増税と一体なんですから、その時には増税しないということをやはり、しっかりと国民の皆さんにお約束すべきだと思ってます、それからもう一つは弱者に対する視点、その意味で言えば、軽減税率が必要なんです。 もう時間がないから簡潔に言いますけれども、財務省をはじめ、そういうところはです、ね、いろいろ理由言ってますけれども、要は税源が税額が減るから嫌なんです、だから給付税額控除なんていうことをやってます、領収書を全部集めて、難しい手続きして、そんなことを70や80の年金生活の人たちできるんですか、それよりも窓口で簡単に分かりやすく、軽減税率を適用する中小企業者の皆さん、 零細企業の皆さん方だって、今ぜ、このままあ、8%に10%上がったら、もう会社を畳まざるを得ないと言ってるんです、ですからそれをぜひやるべきだ、だもう一つは土建国家、まあ、自民党は国土強靭化計画なんて言って、10年間で200兆円、公共事業に消費税がそれだけあるのか、全部そっちへ入投入しようなんて言ってます。ですからそういういいことには絶対組みしない いうことをやっぱりしっかりとこの税と社会省の一体改革の中で言っていかなければならないと思います。時間が来たようでございますので、以上で終わりますけれども、ぜひ私どもは、もう一度民主党の原点に戻って、弱い立場の皆さん、本当に真面目に、一生懸命に頑張ってる皆さん、そういう皆さんのための党に立ち戻って、頑張っていかなければならないと思いますどうぞご支援を、ね、よろししくお願いします。 4人の候補者の皆さんありがとうございましたこれからははい、あらかじめ党員サポーターの皆さんからお寄せいただいた3問への質問へのお考えをそれぞれ2分以内で述べ,さ述べていただきますまず1問目の質問はマニフェストの成果と課題についてです地方議員からの質問です 民主党はマニフェスト違反ばかりだ嘘つきだネガティブキャンペーンを貼られて自信や元気をなくしています特に我々議員は支持者の方々から言われると大変つらいでも明らかに自民党政権時代とは違った国民目線に立った政策も実現してきました自民党総裁選挙も始まり向こうは民主党批判をして政権奪還をうかがっています 民主党代表選挙も、内向きな議論ばかりではなく、国会議員の皆さんも、我々地方議員も、元気が出て、有権者の中に堂々と入っていけるように、きちんとマニフェストの成果と課題を話してほしい、まあ、そういうご質問というか、ご意見ですが、代表候補者の皆さん、よろしくお願いをいたします。発言順ですが、今度は、蚊の候補からお願いをいたします。 マニフェストにつきまましてはいいろいろなご批判もあります今お話のとおりに嘘つきとかあるいは何もやってないとかそうじゃないんですね本当にいろんなことをやってきてるんですよ一つまず申し上げます我が党は基本的な理念は地方主権でありますこの地方主権の考え方に立って地方交付税1兆6000億 これを増額をいたしております。だからそれぞれの都道府県においても税収がですねなかなか思うようにいかなくても前年を上回る予算措置ができるということなんです。これは組長さんたちが評価をしてくださっております。それから一括公金これはまさしく平成23年度におきまして県都道府県の方に5000億 そして24年は政令指定のほうに6000億です。いやいや、継続事業じゃないのそうじゃないんです。継続事業は確かにそうですけれども、継続事業が終われば、自分たちの裁量権でそのお金を使うことができるんです。相当有効なこの地方主権に対するこの取り組みなんです。そしてまた、控除から給付と、こう申し上げました。やはりあの減税措置ではなかなか行き届かないところがあるんです。 だから我々はこは、工場というものから給付、これが農業者個別所得保障、そして高校生の無償化、これは喜んでいただいております、高校生の中途退学、ずいぶん少なくなりました、そういう一つ一つ NPO に対するところの控除等々、新しい公共という考え方によって、あの年金記録についてもです、ね、で消えた年金記録、だいぶわたりました、何も進んでないじゃないか、そうじゃないんです。 1270万人がこの記録をきちっと確認できるようになったんです、そういうことで、民主党はですねできなかったこともあります、しかし、着実に実行しているものもあるんですよということを皆さん、自信を持っていろんな方々に語りかけていただきたいと思います、次に野田候補、お願いいたします。 はい、まずマニフェストの中でもですね特に特徴的に言えることは今加野候補もおっしゃいましたけれども地域試験改革はかなり進めてきていると思っております小泉政権時代に三位一体改革これが行われましたこれによって地方は相当痛みましたこの痛んだ地方を回復させるために国の財政も厳しいんですが 地方にはもっと元気になってもらおうということで、地方交付税は増やし続け、使い勝手のいい一括交付金を拡充させ、義務付け、枠付け等々の見直しを行ってまいりました。それからもう一つは、自公政権時代には、社会保障は自然増は毎年1兆円ほど積み上がるんですが、2200億ずつ削るという、そういう方向性を打ち出し、それが医療崩壊や介護難民を生み出しました。 我々はそうではなく、必要な部分については社会保障は充実をさせてきたと思いますし、特にチルドレンファーストという理念の下で、高校授業料の無償化、子ども手当は満額2万6000円ではなくなりましたけれども、新しい形の児童手当として、中学生まで対象となるような、こういうことを着実にやってきていると思っていまますすこれれは自信を持って地域の中でお訴えいいいたたただきたいと思いますただ残された課題があります。 先ほど出てきた最低保障年金であるとか、後期高齢者医療制度の廃止、その実現のためにも、一日も早く国民会議を開いて、その舞台に、議論の素性に我々の掲げる主張を乗せて、ねじれ国会の中でありますけれども、しっかり通すように、引き続き努力をしていきたいと思います。またた冒頭ののでで申し上げ拉拉致致問問題題も実はははこれはマニフェストに書いてあるんです拉致の問題は 主権侵害である、そして重大な人権侵害である、その解決に向けて全力を尽くすというマニフェストに書いてある事項があります、これにのっとって実現できるように、全力を尽くしていく決意でございます。 次に赤松候補、お願いいたします、2分以内で恐縮ですが、お願いします、はいはい。わずか2分だもんですから、あの私は自分がやったあの農水大臣として、えー、個別所得保障についてあのだけ話させていただきたいと思います。えー、これについてはですね、えー、実はあ、最も民主党がマニフェストを掲げた中で、早く実現をした政策の一つです。 五大政策ののうちの一つでした今、北海道、その他、全国もありましたけれども、自民党支持だったお百姓さんからも、すべての人たちから、まあ、素晴らしい制度を作ってくれたと感謝をされています。農業所得が増えた、そのために、俺は百姓やんの嫌だと言ってた、そういう若い人たちが、じいちゃん、父ちゃん、俺、あんたの後継ぐよと言って、みんな後継者が戻ってきた。 ぜひこれをもっと発展させてほしい、そういう喜びの声を聞かせていただくことができました。なぜできたのか、財源を他から持ってきたわけじゃないんです。農水省の中で、今まで無駄の象徴と言われてた構造改善事業、いわゆる農業土木、これが6000億円あったのを3分の1に減らしたんです千億円個別所と交渉へ持ってってたんです。 そして、約今、普通の国交省がやってるダムもありますけれども、農業用ダムというのは全国に200あります。私が大臣になって、今後、ため池は作るけれども、農業用ダムは一切作らないということを宣言して、これもゼロにしました。そして、天下りはどの省よりも早く率先して、天下りをゼロにしました。その後の大臣たちも全部、天下りゼロのまいまでって千億円作って そして私どもは個別,保証個別所得保証制度をやったんです。ですから、まあ、そういう意味で、もう一つポイントは、農協その他を通じてではなくて、直接農業者の個人口座に、郵便貯金であったり、農協の口座であったりするかもしれませんが、直接お金を渡すことによって、変に途中でお金が抜,、まあ、抜かれるという言葉は悪いんですが、ピンハネがなくなったと。 直接自分のところににお金が入るいいう意味で非常に感謝をされています要は結論としては、政治主導、大臣がしっかりしていれば、ちゃんとこういうことが実現できるんです、民主党だからできるんです、それだけを一例として申し上げたいと思います一問目の最後は、原口候補にお願いいたします、はい、この九州では、九州広域機構、立ち上がっています、地域試験改革。 新しい公共、社会全体で子どもたちを守る、いっぱいあるんです、成果はいっぱいあります。しかし、そのことを誇ってはいかん、それはなぜか、やると言ったことをやるのは当たり前なんです、今、私たちに問われているのは、そこじゃないんです。やらんと言ったことを強引にやって、やりますと言ったことが、中途半端に終わっているところなんです、そこを間違っちゃ絶対だめなんです。それは役人はですね、できん理由をいくらでも言う。 そこを突破するんです。役人はやっちゃいかんことをやれという理由をいくらでも言う、そこに踏み込んじゃいかんのです。私たちは、09年のマニフェスト選挙で、財源はいくらでもあると言いました。9.8兆円、私たちはもう財源出したんです。しかし、出なかったところもあるんです。天下り、これ徹底的に変えたんです。そして、随意契約をはじめとする、 古い自民党の政治を全部明らかにしてそしてそれを国民の皆さんに見ていただきましたしかしまだ途中なんです私の佐賀ではあの闇米を食べんで亡くなった山口さんという方がいらっしゃいます今何が問われているか老後の不安にあるいは将来の不安これに応えること大事ですしかし国民の今の不安は 選挙の時に、あんたがこんなこと、そういえば言うたかと、言うたかと、言ってないことをやってるんじゃないかということの不安なんです。税は義務だけじゃないんです。権利なんです。私たちは堂々たるマニフェストを掲げて戦いました。そのことは誇りに思っていい。しかし、役人に巻かれてできんやったこと、やろうと思ってできんやったこと、 そのことを率直に反省するところから党の再生を図っていきます。皆さん頑張りましょう。はい、二、えー、問目の質問です。二問目の質問はこれからのエネルギー政策についてです。え、五十代のサラリーマンの方からです。十四日に政府が新しいエネルギー政策を発表しました。 うちの家内は食品の安全性や子どもの健康を考えると、脱原発はいいことだえ、危機として節電に努めなくちゃとか言いながら、手放しで喜んでいますが、私は複雑な思いです。会社は大量に電力を消費するメーカーなので、この先、会社が成り立っていくのか、雇用は大丈夫なのか、日本の産業構造が大きく変わっていくのではないかと、心配が先に立ちます。 民主党が目指すこの先のエネルギー政策についてお聞きします <laughs> ということですが候補の皆さんよろしくお願いをいたします、えー、今度は党本部の野田候補からお願いいたしますはい。先週の金曜日エネルギー環境会議におきまして 革新的エネルギー環境戦略まあこういう考え方をまとめさせていただきましたその中身は2030年代に原発に依存しない社会を作るこういうことでありますそのための原則として40年で廃炉するというこの原則を原若干音声が確認運用する、はい、そして原発の再稼働については 9月19日からスタートする新しい規制委員会、まあ、独,独立性の強い組織でありますがこの組織の下で厳格に安全性をチェックした上で判断をするそして新規に作らない増設をしない、まあ、こういう方向性の中で中長期のエネルギーの戦略をまとめさせていただきましたえ考えてみますと昨年の春に大震災が起こり 原発の事故が起こる前までは原発は増やしていくそして化石燃料に頼らないそういうエネルギー構成にしていこうというのが国の方針でありましたこの方針は基本的には半世紀続いてきたものであります半世紀続いてきた戦略を大きく変える舵を切ることとなりました私はでもこれは国民の覚悟が背景としてあると思っております 2030年代に原発に依存しない社会をつくるという、この基本方針については、ぶれずにいきたいと思います。一方で、経済の問題についてのご懸念を質問者は持たれているようでございますが、将来の国際的なエネルギー情勢、あるいは何よりも大事なのは、再生可能エネルギーがどこまで普及できるか、省エネいつまで徹底できるか、どこまで徹底できるか、こういう不確定な要素もあります。 この基本姿勢はぶれずに、ただし、関係者たくさんおりますけれども、誠意ある交渉をしながら、柔軟性、謙虚さを持ちながら対応していきたいと考えておりますす以上です次に赤松候補をお願いいたします、はい、今、野田総理が言われたように、日本の原発政策は、約電力の30%、今後それをもっと広げていこうというのが国策でした。 しかし3.11以来、えー、国民の皆さん方は、今までのやはり考え方をガラッと変えられた、自分たちの選択として原発に頼らない生活を選ばれたわけです。その意味で私の民主党は、調査会で大いに議論をし、まあ、私なんかはもっと前倒しすべきだという思いもありますが、全体の議論の中で2030年代、えー原,発社会えー、原発ゼロの社会、 いうところでで、えー、調査会ををその方針ままとめたわけであります、まあ、これで一つの方向が出た、期限もおちゃんと決められたというふうに思ったんですけれども、残念ながら一昨日のお経済産業大臣の発言、えー、いわゆる大間のおー原発、そして島根3号機のお原発に対するいわゆる新規稼働を認めるというようなお話がありました。新規稼働40年って言うんですから じゃあ、今から40年たら一体い,いつになるのか、2030年代、ぎりぎり39年としても、もうはるかにそれを40年、50年代にオーバーしてしまう、ですから私はこの間、NHK 討論でも総理に言ったんですけれども、100歩譲って新規稼働を認めるとしても、新規稼働の分も含めて、とにかく2030年代には原発ゼロ社会をつくるということを、今、総理のお責任として、 発言しなさい、約束すべきだということを言いましたが、ミやみやミやミと言って、えー、約束しませんでした。私は総理なら必ず約束をいたします。2つ目、えー、それから政権が万が一変わる将来的にはそういうこともありうる。だとすれば、この国の方針を変えないためには、法律でもってそれをきちっと担保していく。 そのためには、脱原発基本法などをきちっと作っておく中で、万が一政権交代ができても、日本のエネルギー政策が変わるということはないようにしていく、それからもう一つは、電力会社任せにせずに、国の責任で、国が原発を推進してきたんですから、やめるときも国が責任を持って、電力会社任せずにするんではなくて、国の責任でもって、それをきちっとやり遂げていくということが必要だと思います。 次に原口候補をお願いいたします、はい、危機は去っていません、首都直下型地震、東海地震、もう目の前にあります、そのことを前提に、私たちはエネルギー政策を組み立てなきゃいけない、お手盛りの安全に逃げ込んではならないんです、規制と推進を明確に分けなきゃいけない、大いに行きました、活断層、誰が調べてますか、関電が調べてますよ。 それが福島第一原発のあの未曾有の事故の原因だったんじゃないですか。私たちはまずはこの危機を脱することをスタートしなきゃいけない。2030年に原発ゼロでは、エネルギーの本当の大,体大改革は起こせません。原発ゼロを初めて宣言したからといって、それは現状維持にすぎないんです。 大規模独占集中排除のエネルギーから、小規模分散、そして私たちがエネルギーに責任を持つ、この形にしなければなりません。私は総理にこの場を通じて申し上げたい、規制と推進を厳格に分けたのが原子力規制委員会設置法です。原発村にいたという人を委員長にするのはやめてください。 これ次5年間、この人事です。そして私も、原海原発を抱える立地圏の議員です。立地地域に責任はありません。そして、もっと言うと、電力会社も国の原発政策に協力をしてきたんです。そこに責任を押し付けるんじゃなくて、自らの責任において新しいエネルギーを 国の責任において、ちゃんとしたその地域の転換を、それをやることが大事であります。再度言います、お手盛りの安全神話に逃げ込んではいけません、福島を二度と起こしてはなりません、よろしくお願いいたします。二問目ののはい,いはいたこの度政府から打ち出されたやるエネルギーの戦略 もう一度申し上げます2030年代までに原子力発電稼働をゼロにする、こういうことに向かって全力を尽くすということです。すなわち、原子力発電はもう作りません、こういうこと、40年で廃炉です、こういうことも決めました。そうしますと 2030年代にはどうなるかと言いますと、2039年には原子力発電は4基だけ残るということになるんです。じゃあ、大丈夫なのか、それで今お話の通りに、国民生活、経済影響ないのかということになります。それはきちっと対応していかなければなりません。代替エネルギーです。 そこで当然、再生可能エネルギー、私も農林水産大臣の時に、このことを打ち出させていただきました。今、だいたい再生可能エネルギーは1%、そのシェアは、3年間でなんとか3%にしたいということで、思い切って規制緩和、そういうことをやり遂げるいうふうなことを申し上げました。しかし、なかなかそういう再生可能エネルギーを加速しても29、29%今まで、 原発に頼っておったわけですから、それを、その不足分を賄うわけにはいきません、火力です、具体的には天然ガスです、環境問題を考えますと、天然ガス、日本のこの近くにはメタンハイドレール、あるということが埋蔵されているのがはっきりしました、アメリカにおきましてもオイルシェールこれの掘削技術が開発されました、日本は技術力を持てれば、間違いなくそれできます。 そして日本の海洋資源も生かしながら、天然ガスによって代替エネルギーをまず当面は考えていく、そういうような具体的な策について、国民の皆様方の理解というふうなものが、どうしても不可欠だというふうなことだけ申させていただきます。 最後の質問は痛ましい事件を引き起こしているいじめの問題に関してですえ、30代の主婦の方からのご質問ですえ、今いじめを苦にした自殺が後を絶たず大きな社会問題となっていますうちにも小学生と中学生がいますがうちの子は大丈夫なんだろうかいじめられる側にもそれ以上にいじめる側にだけはならないでほしいとの思いでいっぱいです いじめをなくするのに、妙案というのはあるのでしょうかというご質問です。各候補者の皆さんに、いじめ根絶のために。今政治は何をすべきか。それについて、お話をいただきたいと思います。今度は赤松候補からお願いいたします。はい、あの二分ですから、端的に申し上げたいと思います。いじめは。どの地域でも。どの学校でも。どの子供にも,にも。 おおこまあ、起きる可能性がありますただ、共通して言えるのは、大津のあの事件でもあるように、そういうことを隠そう隠そうとする、そういうやっぱり体質が、教育委員会なり、学校現場で残念ながらあるということだと思います。まあ、そういう意味で、私はあの3つ提をしたいと思います。え1つは 文科省もですね、何件起きたということは言いますけれども、じゃあその結果、どれだけ克服できたとか、その克服した例はどういうふうなのかということの発表が全くありません。ぜひそれをおーあのオープンあの、公開することによって、次のいじめ対策に生かしていくべきだということが一つ。え二つ目は やっぱりいじめ問題を対処するには、情報を共有化することが必要です、そしてまた、現実に今の人員では足りない、チームとしていじめ問題に当たっていくためには、校長のリーダーシップも必要ですけれども、教育現場のマンパワーが不足をしていることも事実です。 来年度に向けて、文科省では、概算要求の中で、この要因の概算要求を入れてますけれども、来年4月以降までじゃあ待てるのかという話もありますから、私は近く行う補正予算の中で、早くということであれば、その中に予算を入れていくべきだというふうに思います。人的配置は早くやるべきだと思います。それからもう一つは、3つ目は、子どもの社会はやっぱりある意味で大人社会の鏡。 いうことが言われます、えー、何かん、大人社会の中でも、誰かを攻撃して、留院を下げるというような風潮が残念ながらないわけではありません。まあ、その意味で、私どもはやっぱり、えー、互いに批判ばかり繰り返すのではなくて、メディアも含めて、こうした風潮が子どもたちに影響しないように、しっかりまた大人も頑張ってやっていくということが必要だと思います以上です。 次に原口候補をお願いいたしますはいいじめをなくすのに一番大事なものは教育です多様なものを認めてそしてお互いが支え合うということでありますこの場を借りて国民の皆さんに訴えたいと思います非常に辛いそして不景気デフレその中で自分の生きる将来や日々の生活に不安をお持ちの方がおられる それは私たちの責任です。本当に申し訳ないです。しかし、日々の言葉を少しだけ柔らかくしていただきたい。責める言葉ではなくて、支える言葉にしていただきたい。誰かを非難する言葉ではなくて、その傷を癒す言葉にしてほしい。大震災を経験してますから、みんながある意味元気を出すために大声を出す。そして強い言葉を出す。それは こういうい時代にはありますしかし、それが一番弱いところに支あ寄せを、そして一番誰にもものを言えない人たちに支あ寄せを、そして命を絶ってしまいます。昨日も鹿児島の和泉市に行ってきました。子どもたちがこう言ってました。大人が真実を隠そうとすると、子どもが打ち明ける勇気をなくす。 教育委員会制度、これ根本から変えなきゃいけません。そして、それは教育委員会制度だけじゃないです。社会に向き合う子どもたち、子どもたち、さっき未来の学校って言いましたけども、未来の学校はつながることが喜びになる学校です。今までののの学校教育は何か一つの答答えええを覚えてその答えに 会う人が100点満点3、なんとか大学、関東か大学に行きます、こういう教育をやっていたんでは、問題解決はできません、解決型の教育を小さい頃からやること、つながることが力だということを、小さい頃から教育の現場で実践する、その改革に着手したいと思います。 次に加藤候補お願いいたします。はい、あのいじめをなくしていく。やっぱり学校の現場、小人数学級というふうなことで、今回もご承知のとおりに民主党は一年生、二年生こういうことを実現をいたしております。アメリカにおきましては五人学級、十人学級というのものございます。イギリスにおいては初等教育に人材を 配置しております何も外国のことだから何しいいところは学んだらいいと思います。まさしく学校の先生方ができるだけ子どもたちに目配りできるような体制を作る場合によっては経験豊富な退職した先生方にもう一度期限をつけて戻ってもらってその学校教育の職にあたってもらうというふうなことも 私は一つの考えだと思いますそういうことで、まさに子どもたちに安心できる状況を、環境を作るということです。そしてもう一つは、せっかく民主党がですね、いわゆるこのスクールカウンセラー、配置することにしたんです。これ、活用されておりません。なぜか、これは学校の先生との壁があるんです。これやっぱりコミュニケーションです。壁を乗り越えるようにしなきゃなりません。 しかし、基本的にはどうでしょうか、子どもたちを守る、それはまず家族でしっかりと子どもを守るんだ地域で子どもを守るんだこういう日本のやはり素晴らしい連綿と続いたこのアイデンティティがあるんじゃないでしょうか、そういう日本のいいところをもう一度蘇る。 家族で、そして地域で、学校で一体的に取り組む中で、このいじめをなくしていく、このことが大事なことと思います、ありがとうございます最後に野田候補、お願いいたします。 はい、いじめを理由に子どもたちが命を絶つというそういう悲しい事件が起こるたびに大変胸が痛みますしかしこのいじめというのは残念ながらどの学校でもあるいはどういうお子さんでも起こりうる遭遇する可能性があると思います大事なことはいじめるということは恥ずかしいことである卑劣なことである もっと痛みを分からななけければいけないそういう教育の徹底が必要でありますがいじめが発生をした時の対応というのは何よりも早期発見と早期対応に尽きると思います第一にまずいじめられているお子さんがいるとするならば君はあなたは一人ではない必ず助ける人がいるそう思ってもらうことが大事ですおお父さんお母さんん母先生 友達誰でもいいから相談をするということもう一つ大事なことは周りで見ている人たちが傍観者に甘んじずこれまたきちっとお父さんお母さん先生きちっとそういうことが起こっているということを相談するということであります基本はまずここにあると思います一方で問題なのは教育関係に関わっている人たちも隠さないということです学校教育委員会文科省 この連携が何よりも大事です連携というとサードとショートとレフトがお互いに守備範囲を狭く考えてお見合いをしてポテンヒットするように連携のためにやっぱりどうしても核が必要です私はそれは文部科学省だと思っていますこの8月1日から子ども安全対策支援室というものを作りました教育現場における連携の責任はしっかり文科省が責任を取ってその連携を図りながら いじめ根絶に向かう、これを基本としなければいけないと考えていますありがとうございました、えー、所信表明、質問への考えを述べていただきましたが、立ち会い演説会の最後に、これまでの補足でも、他の校舎者のお考えに対するご意見でも、またあの最後、お訴えになりたいことでも結構ですので、えー、締めくくりのご発言をいただいて、 立ち会い演使いを締めたいと存じますそれぞれ4分でお願いをいたしますでは今度は原口候補からお願いをいたしますはい。あの一つだけ私たち民主党は日朝平壌宣言をベースに拉致問題の解決を考えていません外交安全保障チームをしっかりと作って人権それから国家主権国益を守るために行動していきそして国民の安心安全財産 主権を守りたい、こう思います。また、東日本大震災の被災者、原発事故の被害者に寄り添った復旧、復興、事故対策を行います。あの3月12日に複数器を入れられていたら、ちゃんと情報開示できてたら、5キロ圏内に水をまけてたら、二度とこんな後ろ向きの後悔をするようなないように、私が先頭になって事故対策を行います。3等合意。 非常に危うくなっていますそのことによって消費増税だけが先行しているこんな状況を変えます消費増税は1回凍結しそして主権者にその判断を仰ぎますそして国の責任を明確にした上で原発ゼロ計画に着手します新自由主義の最たるあの TPP 総理の公約の中には去年消費税は入ってなかったしかし 今回の公約には TPP、それが入っている。私はそれは全認できない。TPP には参加させません。そして、最後に、私の名刺はこの九州で作っていただいている名刺です。おしばなです。障害を持った人たちが一枚一枚作ってくださっています。この名刺を一枚配ると、その施設に50円入ります。皆さんに申し上げたいことがあります。私の友人で、 人の悩みを聞いている友人がいます。彼は口も手も足も不自由です。しかし、情報通信機器に目の玉をの動きを読ませて、たくさんの人たちの悩みを聞いています。民主党はこういう政党です。できないことが問題ではない。できることが大事だと彼は言いました。皆さんも初めてお給料をおもらいになったときの感激、覚えておられるでしょうか。初めてお給料をもらった。その中から税金払った。 税金を払うっていうのは義務だけじゃない。権利なんだ。ということでありました。私たち民主党は障害者って言葉ももう使わないようにしています。障害者、気に触るのを触る、害毒の害です。とっても後ろ向きな言葉です。障害者の権利に着目した基本法を作らせていただきました。ケネディはチャレンジドっていう言葉を使っていました。生まれながらにして神様から挑戦する課題をもらった人たち。 その人たちを納税者にっていうのが、ケネディの公約でした。何も外国の人のことを言う必要はありません。私たち日本は大きな国です。そして国民は勤勉で真面目です。しっかりと金融を支えることができれば、地域金融、来年の3月にあのモラトリアム法案がなくなります。中小零細企業はどうなるか。今、私たちの同市の埼玉県では、 連帯保証人のない金融をやっています19%も融資が伸びていますさぞかし信用保証協会は真っ赤っかだろうと思って見てみますと違いますちゃんと真面目に返してるんです日本人の勤勉さを信じたいと思います日本人の力を引き出したいと思いますそして私たちは今世界があっという間に多くの富が縮小しています 縮小するときには、排外的な、そしてファシズムが生まれてきます。これに対抗できる唯一の政党、それが民主党です。自民党、もうあの政治に戻りたくない。新たな産挙ができている。なんだかわからない。私たち民主党は、働く人たちの権利を中心にし、国民の人権を中心にして、今申し上げた、一人一人の力を引き出す、そういうリーダーシップを 先頭に立って頑張っていきたいというふうに思います皆さんよろしくお願いいたします次に加野候補お願いいたします今の内政そして外政大変混乱した状況ですそういう中で誠に申し訳ございませんが民主党も 信頼を失っていいるる事態あるととうことも否定できませんどうするか、やはり、一言で申し上げますならば、それはいろいろな考え方があるかもしれませんけれども、政治を整えるということが大事なことじゃないでしょうか。整えるということであります。えに私はこのの今日までの 政治のいろんな経験を生かしながら、政治の整いに当たっていきたい、こういうふうな気持ちなんです。じゃあ、整えるということは、まず、基本的に国民の人たちの理解と信頼を取り戻さなければなりません。そのためには、一番のポイントは反省ですよ。反省なくして前進ない。 その反省を最も反省しなければならない立場はトップです。どこの企業においてもそうでしょう、どのような社会においてもそうでしょう、いやいや、俺は反省抜きにして、お前さんたち反省だ、これは成り立ちません、やっぱりトップが反省をすることです。だから私は、まさしく反省が原点だ今回の代表選挙で終始訴えてまいりました。 じゃあ具体的にどうするか、まとまなければなりません、民主党は。引き続いて政権を担当していかなきゃならない、こういう使命を負ってるんです。そのためには、党内のその政策決定、意思決定をしっかりとやるというふうなことであります。新しい仕組みを作らなきゃなりません。これはトップダウンではもう無理です。ボトムアップです。 民主主義ですから党内民主主義をきちっと確立をして、そして党の皆さん方の考え方をいかにして吸い上げるかということです、そうでなければ、今日おいでの皆さん方の考え方が吸収されないということなんです、これではだめですよ、だから私は具体的に申し上げますと、まず、部門会議、これは今、我が党にもございます。 そこで皆さん方の意を対して積極的に議論をしていただいて、そしてその部門会議での考え方を決めます。しかし、これだけでは意思決定になりません。これを政調会に挙げます。政調会のメンバーは、やはり相当このいろいろな考え方に立って、吟味して委員になってもらうという必要があります。そそしてその政調会で 我が党の考え方を決めるんであります。しかし、これだけでは足りません。もう一つです、それは了承です、了承。党として了承する、もちろん最高の意思決定は党大会、そしてその次が両院議員総会であります。しかし、常に党大会なり、両院議員総会は予約に行きません。そこで今の常任幹事会を、 承認機関にする、了承機関にする、こういう考え方で、私は当面、いきたいと思っております。急がなければならない問題であります。それを成し遂げることができるのが、私、加納道彦だこういうことで、今回、立候補を決意したんであります。前回野野田田代代表表ををを私は上着を脱いでいででうこと スイックをいたたししました今回は残念ながら野田代表が東京ですけれども、私のために上着を脱いてもらいたい、このことを申し上げて、心から皆様方のご理解をいただきたいということで、お願いのご挨拶とさせていただきまますありがとうございいいししたた次に野田候補をお願いいたします。 私は昨年民主党の代表選挙にに立候補したしたたととき申上げたことがございますその志の原点というのは昨年の夏に見たイギリスの「エコノミスト」という雑誌でございましたその雑誌には「日本化する欧米」というタイトルの下でイラストが書かれておりましたそのイラストはメルケルドイツ首相は「 頭にかんざしを刺し着物を着ていましたその横はオバマ大統領和服姿でしたバック背景は富士山が書れていましたその論文の中身はどういうことかというと日本化する欧米日本化とは決めるときに決めない先送りをする政治をずっとやってきたのが日本であるだから失われた20年 閉塞感漂う国になっってしまった今ヨーロッパもアメリカも日本と同じようなことが起こりかねないという懸念を書いた内容でありました以来私は日本における最大の政治改革は辛くても苦しくても決めるべき時には決めて将来に先送りをしない政治を作り出すことだと思いましたしたがって 昨年の民主党代表選挙でも、財政再建については明確にお話をさせていただいたつもりでございます。これからも国家、国民のためにつらいから先送りをする、選挙が厳しくなるかもしれないから先送りをする、そういう無責任な政治は取りたいと思いません。その分、説明責任は強く求められることになると思います。 当然のことだと思いますでもしっかりと国家国民のために説明を果たしていくそうした政治を合わせて実現をしていかなければいけないと考えておりますマニフェストについてもいろいろとご指摘をいただいておりますただしこれは言い訳ではありませんが我々が政権を引き継いだ時にはリーマンショックの後で9兆円も税収が落ち込んでおりましたその後 東日本大震災が発災をし政策の優先順位を変えざるを得ない局面に至りましたそして欧州の債務危機が起こり財政規律を重んじなければならないそういう政治情勢になりましたマニフェストを作った時の前提条件では置いていなかった劇的な変化が起こっていたそれでも先ほど来ご議論いただいている通り我々はばらまきではなくて 歳出削減と税制改正によって財源を作りながらお約束したことを一つ一つ実現をしてきているわけでありますこれは言い訳ではなくて事実として国民の皆様にしっかりご説明していかなければいけないと考えています私はこれまでお約束したことを嘘をつくんではなくてこれからも懸命に努力をするということマニフェストに書いていなかったことでも やらなければならないことが任期の4年の間には起こりうるその時にもきちっと責任ある対応をする政党として私は民主党を国民政党として根付かせていきたいと考えておりますご批判は甘んじて受けなければなりません多くの党員サポーターの皆様にご心配をおかけをしている状況について深く反省をしなければなりませんでも私はそのために責任を取るんではなく 決めるべき時に決める政治をより推進をするために責任を果たしていきたいと考えております以上です本日の最後になりますが赤松候補お願いいたしますはいあの私はこの代表選挙を通じまして全国を回らさせていただきました <laughs> 地方議員の皆さん党員の皆さんサポーターの皆さん 皆さん方から共通して私に言われるのは、地方の声は、私たちの声は、本当に地方に届いてるんですか、野田さんのところに届いてるんでしょうか、そういう声をたくさん聞かせていただきました。<coughs> 今回のこの代表選挙、皆さんのところにもすでに投票用紙いってると思います。私も見てびっくりしましまた投票用紙に 選挙なのに候補者名が書いていない、誰が出てるのか、空白欄がこれあって、ここに名前を書きなさい、まあ、狩野先生ぐらいの桃なら知ってるかもしれませんが、しかし、道彦までは知らない、狩野、なんだったかな、みたいなね、赤松博多聞いたことあるけど、どういう字だったかな、そういうことなんです。じゃあ、選挙候補、それぞれの候補でもあれば、投票用紙に何も書いてなくてもいいんですけれども、 広報は1支部あたり100枚、私の総支部は2500人ぐらいサポーターいますけれども、じゃあ100枚をどうやって皆さん方にお渡しするんでしょうか。まあ、その意味で、私はやっぱり党の改革、あるいは党の代表を決める党これからどうやって進めていくか、これは国会議員だけがやるのではなくて、まさに地方議員の皆さんや、そして、 えー、党員、サポーターの皆さんが一つになって初めて党の再生というのはできると思うんです、しかも、今日17日、その投票用紙には、18日必着と書いてある、今日討論会聞いて、あ赤松さん、なかなかいい人だったのに、俺、別の名前書いちゃったという人も、実はいるかもしれませんね、あのこれはまあ、半分冗談ですが、しかし、やっぱりそういうことをちゃんと話を聞いてから、 そそして投票するそれが私は、本当の党内民主主義ではないのかなということをまあ思いました。まあ、あの今回のことは間に合いませんから、あの次にはですね、あのー、あまだある、あ明日必着ですから、ぜひよろしくお願いします。あのー、今回のことを参考にしながら、ぜひ私は、皆さんの意見がちゃんと中央に伝わる、党の活動の中に生きてくる、そのことが必要だと思いますし、皆さんに約束をしているのは、常任委員会に、 上議員の代表を1名にないし2名、必ず私が代表になったら入れさせていただきたいと思います。それからもう一つ、今、自民党の総裁選挙をやってます。5名の講師をやりますが、みんな同じあの公約を言っている。憲法改正、集団自衛権の講師。本当に今、そういう状況なんでしょうか。心配せざるを得ません。もう一つ、石原、あの、のぶてさん。こういうことを言ってます。これからは、生活保護費を、 大幅に削らなきゃいけない確かに中にはですよ中には例外的に本当に受ける資格のない人が受け取っているそれはそれで厳しくチェックすりゃいいんですただその社会保障費が膨らんでるからとにかくそれを210万世帯多すぎるカットしようもっとひどいのはどうもそん年寄りが多すぎる医療費がかかる年金をどんどん払わなきゃいけないこれからは尊厳死を認めようね 尊厳してみんな自ら早く命を絶って、あの負担をさせるなということを、そんなことを堂々と言ってるんです、今、ネットはもう炎上してますね、とんでもない自民党だと、とんでもないことを言ってるということでやってます、私はこういう新自由主義に回帰するような、こういうやっぱり危ない人たちに政権を渡すわけには絶対にいかない、絶対に民主党がしっかり政権を守って、そして皆さんのための政治をやっていかなければいけない。 その思いを今強くしておりますどうぞご支援くださいありがとうございました候補者の皆さんありがとうございました最後に皆様から向かって壇上の右手に候補者の皆さんに出てきていただいて固い握手で台風の中でのこの福岡博多での立ち会い演説会を終わらさせていただきたいと思います まあ残念なことに東京におられる野田候補は参加できませんがモニター画面を囲んでいただいて握手をしていただきたいと思います。はい、えー、お願いいいいお願たしまます。す印がついてるかと思いますんで。 報道の皆さんよろしいでしょうか写真はうまく撮れましたでしょうかまたあの会場の皆さんもよろしければ携帯等で写真を撮っていただければと思います、えー、ありがとうございましたそれでは以上をもちまして民主党代表選挙の立ち会い演説会を終了いたします一部 この台風の影響なんかもありまして、えー、ネットを用いた立ち会い演説会になってしまいましたが皆様のご理解とご協力で無事終了することができました、えー、代表選管を代表いたしまして御礼を申し上げますまた実は今日は1000人近くの方々にお集まりをいただきましたたくさんの立ち見の方があいらっしゃいまして会場の外でもモニターをご覧になって観戦をしてい,いただきました あの入りきれなかった方々には心からお詫びを申し上げたいと思いますえまたご当地の福岡県連の皆様それからこのホテルの関係者の皆さんえたくさんのご協力いただいた皆様に心から改めまして御礼を申し上げたいと思いますえお集まりの皆さんぜひ本日を契機に各校舎の発言や代表選挙の行方をぜひ見守っていただきたいというふうに思います 本日は誠にありがとうございましたこれにて閉会いたします